航空電子の MEMS 技術を使用した小型 IMU、慣性計測装置、イナーシャルメジャメントユニットについてご紹介いたします。IMU は3軸加速度センサーと3軸ジャイロ角速度センサーを組み合わせたものです。デモではトラックの模型に IMU を搭載しています。凹凸ある悪路を走行することで GPS アンテナ位置が揺れるため、計測位置情報は赤い線で示されるように大きく変動します。これを IMU で連続して計測することで補完し、白い線で示されるように GPS 測定誤差を極小化することができます。2017年には、まず計測センサーとしての IMU を、2018年以降に順次 GPS カップリング機能を搭載した GPS 統合型製品をリリースする計画です。GPS とカップリングさせることで角度精度も向上でき、GPS 瞬断時も連続的な位置が出力できます。また、衛星の再捕捉時間も短縮することもできるようになります。室内デモでは GPS 計測はできませんので、IMU 計測値から GPS 計測値を逆算して表示してますことをご了承願います。